これね、今見てもらってるマウンテンパーカー、これユニフォームなんですよ。ゴアテックスの親みたいな感じですよ。アウトドアブランドとかも結構そこの生地を採用してるんですけど、はい、本日ですね、こちらモーシャンのマウンテンパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、マウンテンパーカーを紹介するんですけども、僕が今着てるような WBC のジャケット、お前何の関係もない、これユニフォーム関係ないと思うじゃないですか。実はこれね、今見てもらってるマウンテンパーカー、これユニフォームなんですよ。だから実はここ関連性があるっていうことでね、ちゃっかり着させていただいておりましたけども、別にそれ以上の深い意味はありません。ただ着たいから着てるというだけなんですけども、これアメリカの実はユニフォームで、何のユニフォームなんかというとですね、バイクパトロールでこれ着てたりだとか、あとアメリカの映画とかで見たことありません？なんかパトロール系の仕事してる人って、なんかこういうのを着ててヘルメットかぶったりして、消防士とか、あと救急隊とかもね、こういうユニフォーム着てて全く同じなんですよ。これを着てるんですよ。でそれがね、モーシャンというブランドなんですけど、それを着用してるということなんで、今回ね買わせていただきました。で首元にこちら書いてるんですけどもね、このようにモーシャンとブランドタグがついておりまして、これがあのアメリカのユニフォームとして使われておりますので、まあ、まずね着用していきたいなと思います。サイズはですね、こちら M サイズですね、 USM サイズになってるので、まあ、日本サイズだと L ぐらいなんですかね。ちょっと一回着てみたいなと思います。はい、とまあこんな感じでね、まあ、やっぱり作業着の延長線上ですよね。てかこれ作業着やからね、これ着てまあ実際作業されてはるというところではあるんですけども、いかがでしょうか。男子ってこういうの好きでしょ。とにかくミリタリーとかアウトドアとか性能とか言われたりしたら一気に惚れ込んでいたり、ユニフォームなんとか制服なんとか言ったら目キラキラさせないけど、女子めっちゃあの受け悪い。女子は全然興味ない。それがどうしたんって、やけど別にそんなんデートで来てこやんといてやって言われるんですけども、まあ女子受けはせんけども、まあ男受けはするようなジャケットがね、このジャケットになってるかなと思います。でやっぱ喋るとこね結構あるんですよ。で皆さんご存知かどうかちょっとわからないんですけどもね、日本でもねユニフォームでゴアテックス使ってる会社っていうのがあって、何なんかっていうと、あのよく高速道路とかで、あのネクスト西日本とかね、ネクスト東日本とかってこう警備してる、あのランクルとかの真っ黄色のランクルとかあるじゃないですか。あの人ら実はねゴアテックス着てるんですよ。だからねここよく見てみてください。ゴアテックスって入ってあるけども、本人らは知ってるかどうか知りません。っていうのも、あの僕のカメラマンがね、この間その高速の撮影行ったらしいんですよ。ほんならね、その作業員の人にね、あこれあのカッパあるんで着といてくださいってパッと見たらゴアテックスって書いてる。おいおい、ゴアテックスをカッパって言うんやと思ってね、びっくりしたとかいう話はしてたんですけども、まあそれぐらい日本でもいろんな制服あるけども、こうやって海外でも制服ある。その、パトロール隊が着てるジャケット、これがモーシャンというジャケットになってるらしいんです。でじゃあ特徴言っていきましょうよと。でどういう特徴があるんかというと、ゴアテックスほどの性能はないんやけど、実はゴアテックスの親みたいな感じですよ。もうこれが親、どういうこと言ってんのと、ゴアテックスの性能いいんやけどこれが親、どういうことなんやろって、まあ、ここから深みに入っていくわけなんですよ。ミリタリーとかいろいろややこしいんやけどね、深みに入っていくわけなんですけど、これ実はナイロン生地が使われてるんですけど、よーく見てもらうとサプレックスナイロンっていう、ちょっと何だろう、コットンっぽい風合いの、あのナイロンのテカテカした感じっていうか、こうマットなコットンっぽい風合いがね使われてる。それがサプレックスナイロンっていう名前なんですけども、このナイロンが後のゴアテックスを生んだっていうぐらい、めちゃくちゃ重要な基盤なところなんですよ。まあ大阪でいうところのたこ焼きですかね。とにかくたこ焼きっていうのがベースになって、そこから明石焼きが出ていったりとか、なんかよくわからんなんとか焼きとか出てきたりするけど、まずベースはたこ焼きがあったと。あのたこ焼きが大阪で生まれたおかげで、いろんなことが発展してお好み焼きできたりとかしたんかどうか知らんけども、まあ、そういうベースなんですよ。でこのサプレックスナイロンって何なんかっていうと、作った会社が超有名なんですよね。で、そうなんやと、この作った会社有名なんやと思うじゃないですか。でこの会社がね、デュポン社っていう会社なんですよ。あ、聞いても全然わかりませんでしたと。あの何のこと言ってるか全然わからないんで切りますってことなんですけど、ちょっと待ってくださいね。そのデュポン社っていうのが、実はここの会社に勤めてたんがゴアテックスの生みの親なんですよ。でそこにデュポン社でずっと勤めとって、もうわし自分でやりますわ言ってね、一人でやりだしたんやけど、それがゴアっていうおっさんなんですよね。でそのおっさんが自分の名前つけてゴアテックスっていうのができたんやけど、もともとこのデュポン社だったんですよ。でこのデュポン社っていうのはアメリカの国が支援するぐらい、ナイロン生地といえばもうデュポン社なんですよ。でそこの生地を採用してる。他にはいろんなブランドありますよ。パタゴニアとかもそうですね。アウトドアブランドとかも結構そこの生地を採用してるんですけど、それぐらいとにかく有名。アメリカのナイロン生地って言ったらもうデュポン社がもうトップなんですよ。で日本のナイロン生地っていうと、まあおそらく東レとかね、最近コマツとかも強くなってますけども、まあ、それちょっとマニアックなところなんですけど、まあ、それでも世界的に見てもデュポン社って言ったらかなり有名。アメリカのね、確かなんかあの国が支援してる7社っていううちに1個入ってたはずなんだよっていうぐらい、もう国も全面的に推してるのがこのナイロン生地なんですよね。でこれをベースにここから撥水の加工をついて
ってったりとか、あと防水になってってゴアテックスになってったりとかっていろいろ歴史はあるんですけど、そもそもそういうタフな時に着れるでコットン的な風合いがあるっていうことで制服に採用されたりアウトドアに採用されたりしてるっていうのが覚えておいてくださいね。サプレックスナイロンっていうことでデュポン社が作ってる、まあサプレックスナイロンはどっちでもいいですよ、66ナイロンとも言ったりするけども、まあそんなことはどうでもいいけども、とにかくデュポン社っていうのが有名やと。服好きでデュポン社知らんって言ったら、それほんまに好きなんですかって、合格できませんよと、まあ、何の試験か分からんけどもね、そういう風になってますので、とにかくまあ覚えておいてください。デュポン社って有名なんやと。あのちなみに定2点点ね、定2点点で言うデュポン社っていう名前なんで覚えておいてください。なのでそういう汚れとかが来たとしても大丈夫やし、水とかもねあの結構弾いてくれるんですよ。だから制服やから濡れても全然いいんやけど、ただ防水まではいってないんで、まあ、しっかり雨降ると多分がっつり雨はあのにじんでくると思います。あのメイド USA っていうのがいいところですよね。この縫製がこのガタガタしてる感じ、日本じゃ絶対ありえんけども、このちょっとこう内に入ったり外に入ったりちょっとガタガタしてるのこの辺分かります？こんなんてねやっぱりアメリカならではやなと思うし、まあ、東南アジアもこんな感じやけどもね、まあ、日本では絶対ありえへんような縫製のこのガタガタ感がね、まあいい味が出してるんじゃないかなと思います。ほんでねこれねレイヤードできるようになってるんですよ。あのノースエースのジップインジップシステムみたいな感じで、メインのジップとあと内側にこれジップあるんですよね。だからなんかとガッチャンコしてつけたりとかできるんかなとかって思ってたりはしてるんですけども、まず内側のジップで締めて、で外のジップを締めて、さらにフラップで留めて、この防寒性とかを守っていくような感じになってると思いますけども、もし違うかったらコメント欄で教えてください。ではもともとね制服着た上からこう着るようになってるじゃないですか。やからあの身幅とかも結構ちょっとそもそも大きめなんですよ。なのでこれからの時期春も着れるし秋も着れるしで冬もいけると思うんですよね、中着ちゃえばね。でそんな仕様になってるんかなと思います。ちなみにこの裏地の方ですよね、この裏地の方にもメッシュ使われてるんだけど、これはねどういう素材使われてるかというと、クールマックスっていう素材が使われてるらしくて、クールマックスって何かっていうと、今度ね僕のこのシャツでも使ってるんですけど、速乾性が良かったりとか乾きが早くなったりとかする蒸れにくいっていうね素材が使われてるので、それを考えるとこう着込んでても熱くないようなジャケットに仕上がってるんやろうなっていうところがね予想されます。でフードもね実はこれ収納できるような感じになってて、ヌプシとかみたいな感じですね、くるくるくるってやって襟の中に掘り込めるんですけど、ちょっと一回やってみましょう。今こんな感じでねフードがあると思うんですけど、これをねくるくるくるって入れてあげれば、最後ここでねベルクロあるのでここにプチって止めてあげるとフードがしっかり収納できて、まあ、間違いできるんやったらねこっちの方が多分着やすいとは思いますけども、こんな感じで仕上がっておりました。まあ、上まで全部閉めちゃえばねちょっとこうモード系な感じになってるんかな、ちょっと分からんけども自分では見えてないから分からんねんけども、まあ、これはこれでかっこいいですよね。でポケットもこの横から入るポケットと上からのねベルクロのタイプのポケットもあるので、これね、まあ、結構人と違う感じですよ。あんま見えひん感じやから、まあ、それそれでいいかなと思うんですけども、まあ、とは言いながらデメリットがあるんですよ。うわこれちょっと微妙やなっていうところが何かっていうと、これがだいたい6万円ぐらいで購入したんですけど、性能的に言うとこれよりいい性能ってもう山ほどあるじゃないですか。もうゴアとかもあったりするし、防水生地ってこんな世の中に山ほどあるのに、あえてスペック落とす必要ってあるんかなっていうのもあったりするんですよね。だからジャケットいっぱい持って貼るからだからしたら別に、あこれも一つのなんかちょっと違うパターンでいいやんと思うけど、とにかく春とか秋のもうジャケットが欲しいねん、1着欲しいと思ってはる方には、まあ、どうなんかなと。2着目3着目以降にはめちゃくちゃいいと思うんですけど、1着これが欲しいって方にはこれもどうかなと思うし、それ以外にもはっきり言って女子受けはあんませえへんと思います。やっぱこういうなんか1000円とか入ってるの、あれなんか交通整備でもしてんのとかね言われたりとか、なんかもっとシャキッとしたやつ着てきてって言われたりする可能性があるのでね、まあ、まあ女子受けせえへんかなと思うけど、男子はこういうの好きでしょ。だから飲みに行ったりとかして、お前なんかそのジャケットかっこいいやんってなるじゃないですか。そうやね、実はこれアメリカのバイクパトロールとかパトロール隊のユニフォームで使われてるモーシャンってやつやねんって言った瞬間、ちょっと話聞かせてよって言って、あすみませんその前に生ビール追加でって言って、これお前怒ってや言うてね、でもうこれ実はなデュポン社が作ってんねんなんて言ったりして、デュポン社って何ってお前知らんのって、パタゴニアとかのコットン風のナイロンってあれほとんどデュポン社やからななんていう話をすれば、お分かってるねなんていうことになったりはすると思うんですけど、そこだけ、それ以外全く受けないので、まあ、普段着るときいつ着んやろうなと思ったりするんですけどもね、まあ、ちょっとそのあたりが難しいかなと思いますが、逆におすすめのシーンっていうのもあるなと思ってて、このリフレクターついてるジャケットってまあないじゃないですか。だからどういう時がいいかというと、やっぱり夜活動される方とか特に夜ランニングする時とかってやっぱり危ないんですよね。だからしっかりこういうリフレクターがついてて反射板があったりとかするやつとか絶対着た方がいいと思うし、それ以外にも作業する人、夜の外で作業する人、まあ DIY するとか、まあ何するかわからない、洗車してるとかなんかわからんけども、まあ、外で作業するって方はこういうの着てあげるとしっかりその暖かさもある
というか機能的でもあるし、それプラス濡れても大丈夫やし汚れても大丈夫っていうところなんで、まあ、作業とかも向いてるんかなと思うんですよ。おしゃれな作業着みたいな感じでね、まあ、普通にアメリカではその辺で制服やからおしゃれでもなんでもないんですけど、それを日本で着ることによってちょっと人と違うっていうのはもちろん意味わかるけども、まあ、日本でいうところで言えば消防隊の服着てるとか、そのさっき言った交通整備、あの高速道路ネクスト西日本とかネクスト東日本の制服着ててもおしゃれやなとはならんじゃないですか。だから、まあ、それを違う国で着てるからおしゃれっていうところはね、まあ、あったりするんかもしれないんですけど、まあ、そういったところで夜の、活動される方にはね非常にいいんじゃないかなと思います。リフレクターもちゃんとついたりして、後ろまでついてるのかな、ちょっと見えてないけどついてると思いますけども、そういう方にはおすすめです。まあちょっと振り切っちゃってやらんとこれほんま作業着になっちゃうんでね、この格好で普通にボケーっとおったりしたら、おい兄ちゃんこれ行っていいんかって車の人に言われて、あどうぞどうぞなんて整備しやなあかんくなるじゃないですか。だから作業着臭さあるので、どっかしらになんか帽子入れたりキャップ入れたり、帽子入れたりキャップ入れたり一緒やな、サングラス入れたりとかして、ちょっとあの私服ですよっていうアピールしとかんと、人によってはこれ間違えられる可能性もありますのでね、そんなことでこれではモーシャのユニフォームのマウンテンパーカーをご紹介させていただいたということになっています。まあ男性の方結構ねミリタリーがお好きな方って非常に多いですよね。でまあその歴史を喋ったりとか生地の繊維の話したりするのってまあ好きな方多いと思うんですけど、まあそこでまあ語るべきところっていうのは、まあとにかくデュポン社、デュポン社知らんくて生地語れないので、デュポン社を知ったら次日本で言うと東レ、東洋レーヨンってとかね、でその後は小松とかいっぱいあったりするんですけど、まあ一旦ここで打ち止めしておきましょう。ということで本日はですねモーシャンの、マウンテンパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとかカレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。